はい、どうもおはこんばんちはシルビです。今回は第3回ゲーミング PC 購入指南ですね。第1回第2回と続いて第3回、今回は他のパソコンとはちょっと置いといて、このノートパソコンですね、ノートパソコンがどれだけのスペックでどれだけの動きをしてするのかというのと、あと、まあ、ノートパソコンでの戦い方までちょっと補足できればなと思います。それでですね、今回この型番として G-Tune のネクストギア、ここに仕様が書いてあるんですけども、こういう形の仕様です。まあまあこれだと見づらいんでね、読み上げていこうかと思うんですけども、今回お借りしたのが G-Tune、マウスコンピューターさんにお借りしました。G-Tune のネクストギアノート i1100 シリーズですね。G-Tune シリーズの G-Tune のノートの中での最上位モデルになります。ちょっと私使うのヒヤヒヤしてるんですけども、まあ、前回の動画で言ったんですけども、約30万します。ゲームのノートパソコンの中でも最上位なスペックです。スペックもですね、私のパソコンよりも前回の動画であったと思うんですけども、高い数値を、ベンチマーク高い数値を出しますので、3D 描写もですね、サクサク動きます。そんなノートパソコンです。特徴としては Windows 8の 64bit OS はですね、今だったら Windows 8の 8.1 になってしまうかもしれないので、ただ、ガンダムオンライン、これが撮っているのが2013年の10月18日です。これを撮っている時点では、ガンダムオンラインは Windows 8.1 に対応していないので、購入する際、もしガンダムオンラインをやるんでしたら、まあ、他のゲームでもそうなんですけども、Windows は8のままにしといた方がいいと思います。8.1 だと動かないものも出てくると思うので、気をつけてください。そこは選べますので、購入時に選べるので気をつけてください。で、それ以外にウイルスセキュリティとしてマカフィー。で、CPU なんですけども、Core i7 の 4800MQ ですね、が乗っかっております。これノート用の、ここにあるんですけど、ノート用の、あれですね、ここです。ノート用の、CPU としてはかなり上のモデルになります。で、メモリが16GB、8GB が2つですね。で、SSD がこれ乗っかっているので、SSD の 128GB ですね。と、ハードディスクもう1本乗っかってまして、1TB のハードディスクが乗っかってます。日本コースで C ドライブが 128GB の SSD。なので、前回お見せした、これですね。これじゃないな。前回お見せした、数値。この数値ですね。ちょっと今見えるかな。この数値は、SSD の数値を表してます。多分、その 1TB のハードディスクになると、もうちょい遅くなると思います。で、ビデオカード。これが特筆すべき点。NVIDIA の GeForce GTX780M。これはノート用のやつですね。の CD って言って、ここなんですけども、2本立てになってます。かな？確か。そう。なので、4GB のものが2つ入ってます。超ハイスペックです。だからビデオカードはものすごい高性能なものが積んでいるので、これ多分そのもうすぐ発売されるバトルフィールド4とかコールオブデューティーゴーストとかが問題なく余裕で動かせるレベルだと思います。で、ドライブはこの右側にあるんですけども、DVD スーパーマルチドライブ。今はまあ大体そんなドライブついてますね。ドライブついてないものもあるので、気をつけてください。最近のちっちゃいモデルはドライブがノートパソコンないので、あとは、この右側の左側に、マルチカードリーダーがついてます。それとは別に、RAM はここですね。このぐらいの大きさになると、
有線でやるより、有線でやってください。無線でやるよりもゲームは、このパソコン、ノートパソコンは強気で有線でやるものだと私は思います。なぜならば、このノートパソコンは、ですね、ちょっと特徴があってですね、バッテリーというか AC 電源はこんな大きいです。私の手より大きい、このどでかい AC 電源さんなので、見ての通りですね、持ち運ぶものではありません。持ち運んでする、例えば、カフェでこれやったらすごいことになると思います。こんな大きいですから、この G360 のこの2つ分です。こんだけ大きいのでね、重さもしっかりガッツリあるので、これも完全に据え置き機です。なので持ち運んでアーダコーダーするノートパソコンではないのだけ覚えておいてください。なのでそれに加えて有線でプレイすることをお勧めします。無線だとね、どうしても速度の関係とか環境によってはブレたりとかあるので、やっぱりね、ノートパソコンといえ有線をやることがより快適なゲーム環境になると思います。で、サウンドカードもハイディフィニッションというのを積んでおり、サウンドもあります。で、あと Bluetooth も積んでいますね、バージョン4ですね。で、あとは標準が初期で1年間の標準で、センドバックですね。センドバックっていうのはなんか壊れましたって時、これをそのメーカーに送ります。そうすると修理対応してくれる。オンサイトっていうのがあるんですけども、オンサイトっていうのはメーカーさんが来てくれる。ただオンサイトにするとものすごい高くなっちゃうので、私はセンドバックでいいんじゃないかなと思います、というような、構成になってます。で、マウスとキーボード、キーボードはここにあるんですけど、マウスはついていませんので、もしゲームをするんだったらさすがにね、ここのタッチパネルでやるのは限界があるので、マウスを別途購入した方がいいと思います。とりあえず今回は、私の持っている G300R とこれですね、マウスパッドのロカータの、これ読み方がよくわかんないんですけど、ロックキャットの方がちょっとかっこいいんでロックキャットって言いますけど、のタイタ、以前ね、開封の儀でお話ししたマウスパッドの一つです。サイズがちょっと小さめなので、今回ちょっと机のスペース上のスペースの関係上こいつを使います、というのがゲームグッ PC で、本当はね、私はもしゲームをノートパソコンでやるんだったらば、ここのキーボードではなく別途ね、あっちにあるような、あいつである必要もないんですけど、キーボードを用意した方がより快適にできるかなと思います。というのも平らなんでね、いくらゲームPC といっても、そのやっぱりこういった特化型のゲーミングキーボードに比べると若干ね、スペースの関係、作り込む関係で、ゲーミングキーボードほど快適ではないと思います。もちろんね、こいつはその中でもかなり快適に作っているので、スペースが余裕がありますね。全体的なキーのスペースが非常に余裕があるモデルですね。ちょっと確認しましょうか。非常に余裕のある作りです。ゆったりとしてね、ここもね、だいたいスペースをね、削除するためにね、こういった余計な部分が細かったりするんですけども、この G-Tune はさすがに、最上位モデルだけあってですね、全体的にゆとりのある作りになってます。ね、こういう感じで。タッチパネルもものすごい大きいです。あ、なんか押してしまいました。はい、という感じのモデルです。非常にね、ノートパソコンなんですけども、もう完全にこれデスクトップですよね。デスクトップ PC として見ていいと思います。モニターの大きさも大きいですし、17.3 インチ。かなり大きいですね。非常標準的なのが今だって13とか15なので、それでもこんだけ大きいですから。後ろに20、私が使っているの23インチなんですけども、
のワイドなんですけども、引けを取らないね、ノートパソコンにしては非常に大きなタイプです。それではですね、早速今回ゲームのどういう感じで動くのかっていうのもですね含めて、ブラックオプス、ブラックオプス2こうガンオンしたかったんですけども、初版のまあの事情で、ブラックオプス2をさせていただきます。まあこれはですね、今現時点でオンラインが9900人いますよと。もうちょい大きくしましょうか。もうはっきり言ってですね、もう完全にぬるぬる動きます、うんね。キーの置き方は、あれこれ面白いですね。私今気づいたんですけども、先ほどアップにしたと気づいた方がいたらすごいなと思います。グフさん、いやそういうそっちじゃねってあのですね、これ見てわかりますかね、ここに WSAD のところに矢印が振ってありますね、親切なことで。見えますかね、上ここ、ちょっとね、ピントが合うか難しいところなんですけども、 SAD っていうの矢印が振ってある、非常にその辺親切になっております。それちょっと戻ります。こんな感じでしょうか、ね。実際のゲーム画面をお見せしております。もう完全にヌルヌル動くはずなので、もうあとはね、私の手の動きとか若干見つつ、あとはまあ若干の実況プレイも入りますね、という感じでお伝えできればなと思います。まあ私は FPS を実況プレイしながらやるのはあんま得意ではないんですけども、せっかくなんでね、私ブラックオプスはあのフリーフォーオールが大好きです。どうしてもね、ブラックオプス2は TDM がどうも馴染まなかったんで、フリーフォーオールでいきましょう。で、サブマシンガン好きな私としてはサブマシンガンを使っていきます。まあ、綺麗ですね、非常に綺麗です。ただね、戦士が若干いつも使ってるのと違うので、戸惑いつつも、いやまあこんなもんだ、ゲームこんなもんで動くんだよっていうのをお見せできればなと思います。なので若干私もこの環境でプレイするのは初めてなんで、その辺はですね、ご了承いただければと思います。フリーフォーオールドミネーションとかちょっとゆったりとした方が良かったかもしれないですね。なぜこれを選んでしまったか、まあ私が好きなんでいいでしょう。ちょっとね、やっぱ環境慣れしてないですね、そんな気はします。置いたやっぱり若干ね、慣れてない部分が出てきますけど、ただね、キーボードの、パームレストに当たるんでしょうかね、ここが非常に広いので置きやすいですね、はい、うん、手が置きやすい。おお、うまいですね。そうなのでしっかり安定します。手首が安定するのは重要です。それね、別の動画でもお伝えしたんですけども、手首のケアとかポジショニングね、非常に大事なので、そこをね、これからやる方は意識するといいんじゃないでしょうか、という気がします。おマジっすか、ひどいっす、なんぞそれ。ドーン、自爆戦法ですね、という感じですね。なかなかヌルヌル動きますね。てか当然なんですけども、ヌルヌルうまくいいです。ただ環境にちょっと慣れてないんでね、マウスの選手が合ってないですね。
この辺までちょっと調整はしてなかったんで、それはもちろん調整でどうにかなるレベルですので、で次はこれ終わったらあれですね、違うモードにしましょう。これちょっと忙しすぎますね。この新しい環境の中でやるにはちょっと忙しすぎる感じです。ダメでした。サブマシンガンはね、遠距離での火力が低いんでね、特に昔はこれでももうちょい広かったんですよ。昔は広かったんですけど落ちました。これモダンウォーフェア3でもそう弱体化されたんですけど、いいじゃないかっていう感じなんですけどね、非常に残念ですよね。だからゴーストになるとどうなるかなっていうのが楽しみなんですけども、残念ですね。徐々に慣れてきたかなって感じですね、この違和感に。でこれに慣れると今度メインの方でできなくなるっていう不思議な現象が起こるんですけども、かなりブレてますね、自分でもなんですけども。敵さんが見えました。たくさん見えましたけど、いなくなっちゃいましたね。あら、 UAV ゲッツ。 UAV っていうのは敵の位置が見えるようになるっていう素晴らしいチートツールです。チートツールっていうか、まあ昔はこんなねレーダーゲーなんてなかったんでね、完全にチートです、言ってしまえば。敵の位置が見えるんですからね。当たってない、ひどい。あ、惜しい。そう、昔はね、見えなかったですからね。いい時代になりました。けど、私はない方が好きですね。どっちかっていうと。その方が緊張感があって。マップがあるんでね。スポーツ系はマップなんてなかったので、あんなところでやめてくださいよ。撃たれる壁抜きとかされるんでね、すごいですね。そのおお、マジか、ヘッドショットですね、一発で。いや、ヘッドショットじゃなくねこの辺ガオに通ずるものがありますね。感じます。なんだ今のみたいな。でキルカメラってあるんですけど、割とリアルタイムというか正確ではないのでやめてくださいませんかね。あ、撃たれるでござる、撃たれるでござる。こっち良くないですね。やべ、再開。まあ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 、こんなもんだっていうのをお見せしたいがゆえのプレイなので、なんかこれ店頭でプレイしてるみたいな感じですね、雰囲気としては。慣れないパソコンでやると。そう、ゴースト楽しみなんですよ。やっぱりね、このパームレストというか手首が非常に広いのでね、やっていて、とても疲れが少ないかなっていう感じですね。てかフリーフォーオールはミスだったっていう感じですね。ちょっと忙しすぎるので、まあ私フリーフォーオール大好きなんですけど、ちょっとね、真面目にやるモップなんで、この新環境でやるね、ちょっと向かなかったですね、とか言いながらも、衣装ってどういう感じで見えてるのか後で見てみたいなと思っているんですけども、結構ね、こういう感じでスムーズに、まあもちろん当然ですね、綺麗に、これ最高解像度で全部やってますんで、こんな感じです。あとね、ここを間違って押しちゃうと、よくあるんですけど、ノートパソコンね、このタッチパネルとが近い場合、こうやって押しちゃうんですね。でそうするとタッチパネルを切らないと誤動作するっていうことがあるので、それはですね、このパソコンはこいつに関して言えばそんなのは必要ないです。完全に左手が置くスペースがここにあるので誤動作の心配はないから、まあ強いて言うならばスペースを押した時にちょっと押してしまうかなと
いうぐらいなんですけども、こういう FPS やるんだったら問題ないレベル。ちょっとね、残念な試合だったんですけども、まあこんなもん、新しい環境だとこんなもんかなって感じですね。そう。こういう感じでね、ぬるぬるも当然動きます。本当はね、バトルフィールド4とか、バトルフィールド4とか、その本当にスペックの必要なね、これやっぱりブラックオプスはなんだかんだ言ってもう1年ぐらい発売してから経つので、最新機種が必要かっていうとそうでもないんですね。あと、コールドブデューティーシリーズは特徴として、比較的低スペックでも動きます。なので、もちろん高スペックにすると綺麗になるんですけども、低スペックでも十分動きます。バトルフィールドとかになると若干ね、スペックが必要になります。ガンダムオンラインは意外とですね、その点ですね、高いスペックが必要になります。あれは意外ですよね。ちょっとマッチングですなってもついでにマッチングすれば、ただ若干その今この環境マウスの選手と合ってないのであんまりいじりたくないんですよね。感覚がぶれちゃうので、まあただちょっといじった方がいいかなっていう気はしています。ショットガンでもやってみましょうか、せっかくなんでね。オプションで合わないときはこうセッティングをねいじりましょう。マウスの選手どれだろう、ありましたね。ちょっと動きすぎちゃうのでこういう形で、まあこんなもんですかね。まあ、ちょこちょこそうやって、FPS はそうやって少しずつねですね、自分の感覚に合わせていくといいかな。おお、すごいですね、弾道が見える、まあ、FPS に限らずある程度のスペックがあった方が楽しいですよね。これショットガン失敗だったんじゃないか、ショットガンは失敗だったんじゃないかという気がしておりますが、まあなんとかなるでしょう。こんなの当たんないですかね、この距離で。この距離じゃまあだけどね、せっかくさっきと同じのやってもしゃあないんで、TDM でございます。ね、味方の位置と今度味方があっちに湧いてくるっていうね、 TDM が狭し、味方の理数値がだいぶ変わるんでね。オッケーオッケー、いただきました。おお、後ろに焼きおった、ひどいですね。このマップはねですね、敵が真横に湧くのでこのショットガンいいですね、連射できるんでね、とても気持ちいいですね。LED じゃない UAV が開いてるんで、味方の位置が、敵の位置がもろばれですね。おっと、こもりすぎじゃないですか、それは。あ、失敗。ね、このショットガンはね、射程が短いんでね。こんなリム様ですよ。残念。いいですね、いいですね。敵近くに湧きすぎじゃないかいくらなんでも。いいですね、領土は計画的に。あ、左でしたね、左に見えたんですけどね。割とね、選手が合ってきたかなって感じですね。こうやってちょこちょこ慣れていきましょう。これまずいですね。無理っす。無理っす。ヘルプ。ヘルプ。ヘルプ。無理。とりあえず中距離以上では何もできないっていうのがショットガンの最大の特徴なので、何もできません。やった、倒した。倒したぞ。
このショットガンね、近距離、やっぱりショットガンは近距離強いのでとか言いながら、パソコンの紹介のはずがゲーム楽しんでるってね、まあ、パソコンはゲームを楽しむものですから。終わってしまいましたね、そんなこと言ってない。このマップ良かったですね、狭いからね。結構、割と綺麗に見えますね、この画面を。今、その撮ってる画面を見ているんですけども、とても綺麗に見えますね。まあ、見ていただく通り、すごいスムーズに動いてるかなーっていう感じですね。全然、その、まあ、さすがにね、遅くフリーズしたりとかっていうのはないです。という感じでした。2試合ちょっと続けてお伝えしたんですけども、まあ1試合目ちょっとなかったことにしてもらうといいかなと。まあ2試合目はそ、まあね、大したことないんですけども、まあ、こういうもんですよっていうのを。十分、ノートでもね、動きます。まあただ、この性能を出すためにはそれなりにちょっとお金がかかるかなという感じですね。これよりもなので、前回の動画でも言ったんですけども、もし可能ならば事前に、BTO だったらば構成をお伝えするので、その構成でやればいいと思います。前回もお見せしたと思うんですけども、だいたいこんくらい出ますよ、このパソコンだとこんくらい出ますよっていうのを、リンクで記事でも説明しようと思うので、それでちょっとそうではなく、実際にやっぱ店舗が物を見て買いたいよっていう人は店舗で、この FF のベンチですね、ベンチマークをどうにかして動かす、 USB メモリとかで持って行ってちょっと店員さんにお願いしてみるとかですね、やると、今回これが9000、出ます。9000だと、この他のゲームでも十分ぬるぬる動くレベル。で、これより上に1万。で、前回見せたと思うんですけども、1500、こっちのね、前回と続けてみてもらうと嬉しいんですけど、前回のこれで1500です。開いたまま。あれだとあんなカクカクですよっていう。同じように見えて、性能はだいぶ違いますんで、ゲーミングパソコンを買う際の参考になればと思います。やっぱ、簡単に言うと、お金を出せば出すほど、やっぱいいものを買えます。もちろんそうです。ただ、最初に言ったように、予算ありきで話を進めてください。その中で、ノートパソコン派で、かつお金に、あとはね、会社で買うとか、個人でやってる人とかは、経費で落ちる場合があるので、そういう時はね、ちょっと、合成に、こういうのもいいんじゃないでしょうか、っていう気はします。もちろんね、据え置きなので、寿命よりちょっとハイスペックですけども、そういう使い方もできますので。まあ、ただね、オプションとしてマウスは買いましょう。マウスはないのでね。マウスと、あとできれば、最初のところでお見せしたんですけど、この構成ありますよね。私はこの構成の中で唯一のネックだと思うのはこの SSD なので、この SSD を、前回の動画で見せてますけど、東芝製のものに変えましょう。これ G-Tune なんですけども、G-Tune ももちろん BTO と言って、こうやってここの項目それぞれあるんですけど、これを自分のある程度好きなものから選べます。で、その中でもその SSD っていう項目があるんですけども、これ乗っかってるんですけど、これ128、これをおそらくこれサムスン製なんですけども、最近ね、いろんなメーカーが SSD 搭載ってやってるんですけども、前回の動画で見たと思うんですけど、書き込み速度に差が出ますので、東芝製のものを入れましょう。 ここだけの話です。東芝製のものいいですから。だからこれもおそらくそのサムスンなんだと思うんですね。ちょっとお金を払ってこのサムスンじゃなくて東芝製のものに変えるだけであえて出ますので、これはですね、ここの項目、ここですね、この SSD は
それはそのノートパソコンだろうとデスクトップを買おうとする場合、これまあ別に11じゃなくてもいいんですけども、11以外でも出るであろうとなんだろうと SSD の項目、もし BTO で買う場合は SSD の項目チェックしてみてください。そうするとちょっといいものが買えます。まあ少しその分値段上がりますけども、見ての通り品質はすごい上がるので、おすすめですという感じです。このノートパソコンね、非常に高スペックです。まあ、ちょっと SSD だけ気になりますけども、それ以外はですね、ビデオカードを2枚積んでるという、もうこの1枚でも超高価なのにいいのか、いいんすかっていう感じですね。のハイスペックモデルです。お金に予算は30万ですという方はですね、一つ考えてみるのもありだと思います。それ以外にまあ10万円でやれるパソコンとかもいろいろありますんで、まあ私が紹介できるのは、紹介したことがあるのは6万円で買える前回のですね、前回をお伝えした6万円 PC これですね。前回と合わせて見ていただくととても嬉しいです。あの3760というスコアが出た6万円 PC、 これもですねガンダムオンライン十分動きます。それ以外にも11,522という超大台を出して、1万の大台を出してですね、17万円ぐらいのノートパソコン、デスクトップパソコンのレビューもしてますんで、合わせて見ていただければ、今回はこのこいつですね、ノートパソコンの紹介、手の置き方とか、そのノートパソコンなりの戦い方。で、この機種と独特だと、ノートパソコンって特徴として、まちまちです。何がまちまちかっていうと、モデルがまちまちなんです。ここの例えば大きさであったりとか、マウスこのですね、パッド、タッチパッドの大きさのとか、場所がここにあるものとか、この辺にある、IBM なんかそうなんですけども、パッドがついてるやつとか、ノートパソコンはかなりメーカーによって、機種、型番によってフォルムが変わってきます。なので、気をつけてください。事前にフォルム、できればフォルムを見た方がいいです。で、この i1100 の場合は、ネクストギアの i1100 の場合は、デスクトップみたいな感じで使えます。それに追加して、まあ、点キーもついてますし、ここにですね、指紋認証対応なんですね、これね。ここにあります、これ。これ指紋認証でも対応してます。そういったセキュリティ面も、指紋認証画面でした。私の指紋認証ね、これ返却するんでね、そんなことできませんけども。十分、そういうメリットがね、そういういろんな機能がついてますので、今回は1100。あとは後ろにね、USB ポートも十分あります。USB3.0 対応です。それでいて、このパームレストですね。パームレストとは言わないんですけども、私はノートパソコンで言うと、これパームレストになるんですけども、とても安定したスペースを持っているっていう。まあ、さすがね、その辺、正直ここに出ていると思うんですけども、見えるかな。ちょっと今日、大きくしますけども、この赤で見えるかな。あ、ちょっと出てきましたね。この289,800円、このモデルです。13点、ちょっと横目ってますね、このも i7 のシルバーモデルですね、289,800円のベースのモデルです。ここに SSD 乗っかれると多分試しにやってみましょうか。カスタマイズって、これ BTO とこうやってカスタマイズできるんですね。クリックすると、今いくらで、この項目はこうでっていうのができます。今29万、送料合わせて29万っていうのが出てると思うんですけども、ここに例えば、さっき言った、SSD があります。これは、あれかな、メーカーが出てないです。256のものにすると、これ見てください。30万を超えますね。M サタ。っていうのがあるので、
ノートでハイスペックやると30万超えちゃうよと。まあただただですね、ノートパソコンのこの G2 の中でも G2 の中でもこういう形でどんどん安いモデルもあります。それ以外に17インチがちょっと大きすぎんじゃねっていう、そもそもそういう方もいると思います。ね、そういう人には15インチのもっと廉価版のものもあります。私がもしノートパソコンで買うんだったら、この G2 で買うならばこんくらいのモデルを多分おすすめします。15インチの i520 シリーズ、これが G2 の中ではのノートの中で一番売れているらしいんですけども、見ての通り9万円、10万円ですねからあります。ノートパソコンの中での G-Tune の中で BTO を使うモデルの中では最もコストパフォーマンスが優れているモデルだと思います。 15.61 の見ての通り 99,750 円、10万円切ってます。これに送料合わせると10万円とちょっと飛んでって感じですね。でスペックはどこが違うのかっていうと、CPU はそこまでそんなに変わらないんですけども、さっきその言ってましたよね、このビデオカードにお金がかかってるんですね。見えますかね、ちょっと今出てきましたかね、ぼんやりと出てきました。早くピント合わせておくれ、ピンクを合わせておくれよ。こういう形で、あ、下手ましたね。こう、SLI っていうのは、ビデオカード2枚積みっていう意味なんですね。で、4ギガの2つ。これがものすごい、これ1つで5万、多分5万円ぐらいするんですけども、それが2個入ってるので、それだけで10万かかってます。ここは、そういうのがないですね。この項目を見ると、1枚になっていて、若干性能が下がってます。でメモリも8ギガで、ハードディスクは SSD 抜けてるもの、だからここは SSD 追加できるので、例えば SSD を追加したものがいくらかですね、こういう形でジョン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 見れますんで、まあ12,816円追加、これ115,500円で、256ギガを積んだら13万円、13万円でも十分ノートパソコンは買える。だからただ、これが実際にどれぐらいのスピードが出るのかっていうのがね、本当はね、出てないんでね、出してもらえるといいんですけどもね、やっぱりね、そのベンチマークっていうのは一つの基準になりますんで、今見ていただいたと思うんですけども、多分この数字、この値段でこれだと、これぐらいだと、おそらく6500から7000いくかいかないかぐらいになるんじゃないかなと自分は思います。なんでね、自分のメインのパソコンよりもちょっと低いぐらい。だから、最初の動画でお伝えしたと思うんですけども、ノートパソコンはデスクトップパソコンよりも一回り高くなります。なので、これは、この10万円っていうのは、だいたいデスクトップパソコンでいうと7万から8万円のモデルです。そういうふうに考えていただけるといいかなと思います。だから1、2万もしくは3万円ぐらいプラスすると同じ性能のものがノートパソコンになるよっていう感じですね。なので今回のこの、ただこのハイスペックモデルのはちょっと、はい、20万を超えてくると若干そのルールは適用されないんですけども、15万円ぐらいまでになったらそんな感じで、でこの機種は非常にスタンダードなので 15.6 インチで、これだったらまあ十分10万円でも10万円ちょっとでもあるよと、ノートパソコンでも十分選択肢はあるよっていう感じですね。私だったらまあこのタイプをもし買うんだったら買うかなと。ちょっとね、これはちょっと私の給料では少しいいお値段しますので、ハイスペックが欲しい、もう今後しばらく買い替える予定がないよっていう方は、この i1100 シリーズも一つ考えてみるといかがでしょうかって感じですね。いろいろとね、BTO、G2 の今ホームページを見てるんですけども、デスクトップからノートパソコンまでありますんで、一度ね、どんなもんかなって、だいたいさっき言った、シルビーが10万円が、まあ、
デスクトップで10万円だったら安いモデルで、シルビーが使ってたのは、確か10万円ぐらいだな。そうすると例えばデスクトップだったら15万円だったらいくらぐらいの方が買えるのかなって、どんくらいの方が買えるのかなっていうのをちょっとね、その値段をベースに見てもらえると、多分この G1 のこの13万とか、私のやつはこの13万とかと同じぐらいのスペックです。 G1 の13万、これに、SSD を追加した感じって感じですかね。なんで15万円ぐらい、だいたい実際の値段では15万円ぐらい、もう看板を入れてますね、のモデルをやってますんで、そういうのをちょっと10万、15万、20万って言ってたっていうのをもとに、この G-Tune で、まあ他のでもいいんですけども、まあ、今回例えてね、ここの機種をちょうど使っていますんで使わせてもらいましたけども、他のメーカーも今ありますけども、また試しにね G-Tune で見てみるというのもありなのかなと、まあ、せっかくなんでね、そういうのでイメージする、別に買う買わないは後からでも構わないので、どんなもんなのかなっていうのを一度見てイメージトレーニング、だいたいゲーミング PC ってこんなもんなのかと、あシルビーやってたのこんなのなんだねっていうのを見てもらえるとですね、ゲーミングパソコンを買うためのいい勉強になるのかなという感じです。以上がですね、3回にわたってお伝えしたそのゲーミング PC 購入指南ですね。どんなものがあるのか、どうやって買えばいいのか、予算はいくらで、で実際どんくらいの速度が出るので、実際のゲーム画面どんなもんなのっていう、ノートパソコンで最高スペックってどうみたいなのをまとめてですね、3回にわたってお伝えしました。またね、こんなのをしてほしいとかあったらですね、ぜひですねリクエストをいただければ。まあ、ただね、ちょっとね、メーカーさんのパソコンは借りれるか借りれないか、ちょっと聞きながらなので、ゲーム PC、まあ、自分のパソコンを使った、やり、ことになると思うんですけども、まあ、ちょっと問い合わせてみよう、まあ、見ますので、こういうのもやってほしいっていうようなことがあれば、動画のコメントでもいいですし、ブログでもいいので、ぜひですね、一報いただければ、私としても、ブログ、ネタになりますので。いや、ね、楽しいんです。楽しんでやって、いろんな、まあ、方がね、ゲーム、FPS とか、それこそガンをスムーズに動いて、ああ、楽しいねって言ってもらえれば、そしてね、あんなことも言ってたなと。で、ゲームを、FPS とかね、TPS を楽しんでもらえれば、私としてもですね、一ユーザーとして、とても、普及活動に、やっぱり、ね、FPS とかってプレイヤーが少ないんですね。で、あと辞めていく人も多いので、ぜひですね、そういう少しでもいろんな人に触れてもらえれば、一つの一、まあ、小山プレイヤーとして嬉しいなと。一 FPS の小山プレイヤーとしてとても嬉しいので、ぜひですね、まずは環境、ゲーミングパソコンを整えて、そしてゲーム、パソコンでゲームを楽しんでほしい。やっぱ環境は大事なので、そのゲーミングパソコン以外にもこういうですね、ガジェットとか、もちろんね、普通のマウスでも十分できます。普通のパソコンでも十分できます。ただ、ある程度、やろうとしたら、ちょっとね、お金をかけて、特にオンラインゲームはスペックが必要になるので、パソコン、まあ、こういうマウスとかよりも、まずはそのパソコン本体が必要になりますので、ぜひですね、この機会に、ちょっと今あるものから変えるって、パソコンをまず変えてみるっていうのをですね、一つ考えてみてはいかがでしょうか。というので、締めくくらせていただこうかなと思います。では、3回にわたって、ゲーム PC 購入指南をお伝えしました。これね、私、サイトを持ってまして、FPS 上達指南道場っていうところにまとめておきますので、ブログとはまた別にですね、まあ、宣伝になっちゃうんですけども、見ていただければなと
思います。ブログってね、どうしてもしばらく経つとその過去記事ってなっちゃうんですよ。なんで、あの時あんなこと言ってたなっていうのが埋もれていっちゃうので、別枠にブログとは別にサイトを立ち上げてやってます。なんでそこを見ていただければ、ああこういうのあったなみたいな、あの時あんなこと言ってたなみたいなのがあるので、ぜひですね、それもまた合わせて見ていただければと思います。それでですね、長くなりましたけども最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。バイバーイ。